ホームで J3 の沼津が J1 の札幌を迎え撃つ一戦です。ルヴァンカップ、さあここは左から中へのカットイン、そして折り返しシュート、胸で受けて原、さあ中ターンして、あこちらが原、折り返すシュート、こぼれた、先制北海道コンサドーレ札幌。このワンタッチ、そしてここの原選手が前を向いて冷静にキム・ゴンヒ選手、そして最後は最後までしっかりとゴールまで詰めていたシーンなので、左にボールが出ました、中への折り返しシュート、これが沼津に渡る、そして徳田から裏のスペース、赤塚、赤塚、赤塚シュート、選手が前向きに相手の背後を取るシーンって前半からそんなに多くなかったので、まあ、受けて体を張っていたんですけど、一つようやく出たいいタイミングで確実にものにしましたね。最後は徳永からのパスですね。そうですね、前半から何度も体張ってたのでね、ようやく一つ前向きでいきましたね、はい、さあ試合が分からなくなりました。こちらシュート決まった、打たれるとなかなか難しいシーンではあるので、スパチョーク選手ここうまく切り返しましたね。相手の選手の動きを見てからの冷静な落とし、まあ、これだけの速さでペナルティエリア付近で侵入されると対応は難しいかなと思います。小林勇気よく見ていました。さあ左から中へ入っていきますが、ここ一度スピードダウン、そして浮かせてきました、1点目もそうですけど、シュートポイントを作るのがすごくうまいですよね。ここ冷静に止まっていて自ら打つところを作ってましたし、まあ、冷静に常にゴールを意識しながらのプレーでしたね。まだエリア内というところ、シュート、スクイどうするか、仕掛けるかどうか、さあスクイ、中井のクロスが入っていた、ヘディング、ナイスキックで来るのか、斉藤からのストレート系のボール、ヘディング、すでに追加タイム3分台に入っています、ヘディング、なんとここで試合終了のホイッスルです。札幌ルヴァンカップ初戦突破。